どうも、キウス先輩、まずです。おいしゃ、にょ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 。メガマフィンでかすぎたというわけでですね、今回まずラビデオ雑学シリーズでございます。というわけでですね、世界情勢に詳しいミスター関を呼んでおります。うわぁ、どうぞ。どうぞ。お久しぶりです。なるいやミスター関、おとといと同じ T シャツだ。くれんだよ。今回の雑学シリーズは、人間の体から排出される尿、この尿が今後人類を救う可能性があるので、というわけでですね、今回その尿について触れていきたいと思います。汚物として扱われている尿だけども、実はこの尿には様々な物質が含まれており、今後の未来を担うものとなるかもしれないのね。まず注目されているものの一つは肥料としての役割。尿には植物の成長に欠かせない窒素やリン、カリウムなどがたっぷりと含まれており、環境に優しい代替肥料として注目を浴びてるんだよ。木枯らしたけど何含んでんだそして100年ほど前に発明された合成窒素の肥料は、人々の食を支える上ではとても役に立ったけども、大量に使用することによって海や川の生き物への影響もあり、また窒素肥料の原料であるアンモニアは大気汚染の問題もあったのよ。地球自体が生き物なんじゃないかって外野にありますね。それと同時に地球自体がトイレっていうことを考えられるね。立ち上すんなそしてそんな中、尿を使用すれば農業用の窒素、リン、カリウムの 13% を賄える可能性があるというのよ。これを実現させるためにはトイレの仕組みから見直さないといけないため、少々時間はかかるものの、実現すれば間違いなく大活躍すると見られてんのね。そしてアメリカではトイレの排水を利用したビールが製造されてんのよ。これが作られたきっかけはアメリカで起きていた水不足の問題だったのね。このビールを作ったのはカリフォルニア州サンディエゴを拠点とするビール会社ストーン醸造所であり、ビールの名前はフルサークルというのよ。俺でも無理お前だけ飲めよこのビールはトイレの排水を再生処理し、その水を使って醸造したビールなのよ。ラメズの尿侮辱だろちなみに味の方は意外に美味しいらしく、他のビールとはまた少し違った味わいがするらしい。無理すんなよもう絶対飲めよ最後は人間の尿を使って作るバイオレンガ。南アフリカの大学院生たちが世界で初めて人間の尿とバクテリアと砂を混ぜ合わせることでレンガを作り出すことに成功したのよ。さらにこのレンガを作る過程で化学肥料に欠かせない窒素とカリウムが副産物としてできるというのね。そしてウレアーゼという尿素の加水分解を促す酵素を生成するバクテリアが生息している砂と尿を混ぜると、ウレアーゼが尿素を分解し炭酸カルシウムが発生して、これが砂をセメントのように固めるという。無責さん、このスタジオセメントで固めちゃう事件だろさつまり通常のレンガだと高温で焼いて大量の二酸化炭素を排出するのに対し、このバイオレンガは自然に固まってくれるため環境にも優しいのよ。そして強度を増したいときはバクテリアが反応する時間を長くすればいいだけだ。口で買ってるやつか磨けよこのように人間の体から不要物として排出される尿だけども、実はそこには窒素 80%、 リン 56%、 カリウム 63% が含まれており、様々なことに使用することができるのね。月面基地の建築材料にも人間の尿は注目をされており、身の回りの様々なところで自分の尿が使用される時代もさほど遠くないかもしれないのよ。来たよ月の時代のトイレよ。最低だろさ